月中旬になりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私ミオはですね、最近悩んでます。着るものに本当にあったかい日があったり寒い日があったりと寒暖差が激しいんですよね。なので毎朝、今日あったかくなるのかな、寒くなるのかな、いやでも寒くなるんやったらニットとかのせいかな、いやでも春服着たいしな、どうしようかな、どうしようかなと毎日てんやわんやして着るものを決めています。最近本当に寒暖差が激しくなっておりますので、週刊エリア TV、 今日のラインナップご紹介していきましょう。まずはこの後すぐフォーカスザリポートです。おすすめの動画を3つピックアップしてご紹介するんですが、なんと今回奈良 TV が新しく開局しました。ということで奈良からの情報もお伝えしていきますよ。特におすすめなのが奈良町にありますオリジナルの白磁器を作れるお店、奈良町白磁屋さんです。フォーカスザリポートの後は一期一会です。今回はなんと日本画家福本直音さんをお迎えしまして、いろんなお話聞いていきたいと思います。個展の情報など詳